いらっしゃると一気にこう華やかになりますけれども、早速ちょっとお話を伺っていきたいんですが、まずは何といっても二木選手オールスターお疲れ様でした。ありがとうございます。初のオールスターどうでしたか？全然居場所がなかったですね、はい、あのすごく緊張してる面持ちがこう、ね、YouTube なんかでも皆さんご覧になったかと思いますが、石川選手はそんな二木選手ご覧になってましたか？あ、僕はテレビで、はいはい、どうでしたか見てみて。いや、二木さんすごい、はい、いい球投げてらっしゃるなと思って。らっしゃるなと、らっしゃるなと。あの石川選手も昨年こうオールスター出場されてますけれども、はい、ああいったあのいろんなチームから選手が集まる場、WBC も経験されてらっしゃいますけど、そういった場では結構積極的にお話ししたり石川選手はされますか？いや、僕本当人見知りなんで全然喋れないですそうなんですね。で、二木選手も同じような感じで、はい、人見知りなんで、はい、あんま喋れなかったですね。そうだったんですね。でも来年はお二人でご一緒にオールスターというのもファンの皆さん見たいですよね。ね、ぜひ来年はこちらを期待したいと思うんですが、今なんか人見知り同士とおっしゃってましたが、ちなみに石川選手から見た二木選手ってどんな方ですか？どうですか？年齢は結構離れてらっしゃいますけど。あ、でも、はい、同期入団で。あ、はい、そう、同期ですね。はい、最初、はい、はい、最初はすごいなんかほっぺも赤かったんですけど可愛らしいですね。今ちょっと垢抜けて、赤みもちょっと取れてね、はい、すごいなんか、はい、なんていうんですかね、東京の人みたいな感じ。なるほど、ちょっとそういった成長を感じるというか、はい、なるほど。では二木選手から見た石川選手はどんな方ですか？いやもう、何なんですかね、お兄さんですかね。やっぱりそこはお兄さんという感じなんですね、はい、お食事行ったりとかはよくあるんですか、お二人は？はい、たまに誘っていただいて、はい、いや、よく誘っていただいてます。よく誘ってもらって、はい、じゃあ仲良しということで。まあ、先輩後輩です。あ、そこは先輩後輩なんですね、はい、ではそんな先輩後輩のお二人をお迎えして今日は胸キュントークを聞かせていただきたいと思うんですが、ファンの皆さん聞きたいですよね。聞きたいですよね。じゃあどんどん聞いていきたいと思います。まずはですね、まあ、あの恋愛スタイルといいますか、最初は好きな女性のタイプからちょっと聞いていきたいんですが、まあ、石川選手はご結婚で、ね、されてらっしゃいますけれども、ズバリ好きなタイプというと何を挙げますか？どんな感じですか？いや、もう奥さんですね。あ、来ました。皆さん聞きましたか？ちょっともう一回聞こうかな。好きなタイプは奥さんですね。拍手、素敵ですね。好きなタイプは奥さん。では一方独身の二木選手、好きなタイプズバリどんな方ですか？明るい人ですかね。明るい人、はい、あ、いいですね。二木選手はこう女性と二人きりになるときはあんまり喋らないんですか？いや、二人きりになれば喋ります。あ、そうなんですね。でもやっぱりこう明るくこうトークしてくれるような方がそうですね、いいなって感じですか、はい、ちなみに石川選手からご覧になって二木選手と付き合ったらこんな感じかなって何かあります？どうですか、なんか普段皆さんに見せてない顔、よかったら教えてください。はい、いや、このまんまなんですけどね。あ、このままですか。結構でも、はい、真面目と思いきやあんまり真面目じゃないかもしれない。あれ、あんまり真面目じゃないかも、あんまり真面目じゃないかもしれない。あるかもしれない、はい、あ、そうなんですね。わかんないですけど、まだそれはわからないけど、はい、なるほど。じゃあ明るい方がタイプと、そして石川選手は奥様みたいな方がタイプということなんですね。では続いてお二方はあの関東のご出身ではないので、ちょっと方言をね聞きたいですよね。方言、なんか方言女子とかよくね、言われますけど、方言男子もいいですよね皆さんね。はっ、もう深くうなずいてらっしゃる石川選手。富山県のご出身。はい、富山ってどうですか、 どんな方言があるんでしょう？富山はもうやばいですよ、はい、やばいですか、はい。例えばどんな感じですか？なんだろうな、ちょっとポロッと言ってみて、みんながわからないような言葉ってあります？はい、いっぱいありますけど。いっぱいあります、はい、ちょっと何か一つご紹介いただいてもよろしいでしょうか？俺が抱いてやる。え、何何、え、ちょっともう一回聞かせてもらっていいですか？俺が抱いてやる。え、なんかすごいこと言ってますけど石川選手。え、ちょっと なんか、はい、あのお金を、はい、出してあげるみたいな。あ、はい、奢ってやるみたいな、はい、あ、え、それを抱いて、抱くって言うんですか？はい、抱いてやる。抱いてやるって言うんですか、はい、知ってた方、あ、何人かいらっしゃる、はい、で富山以外の方ももしかしたら使うんですかね？いや、使わないです。使わない、富山の方言、
じゃあ例えばこう一緒にご飯に行った時に石川選手が二木選手にお願いします。二木、今日は俺が抱いてやる。すごい。二木選手そうやって言われたらどうします？いや胸キュンしますね。胸キュンしちゃいますよね。すごい、ちょっとこれ初めて聞きました。あ、いいこと教えてもらいましたね、皆さんね。では一方、北木選手は鹿児島県のご出身、何かファンの皆さんこれ知らないだろうなっていう方言とかってあります？いや、鹿児島はいっぱいありますからね、方言は。お、いっぱいありますか。はい、例えば、まあ、板前を入れんかみたいな。なんて言いました？今板前を入れんか。わかります？皆さんどういう意味ですか？気合を入れろ。気合を入れろ、はい、なんか可愛らしい言葉なんですね、気合を入れろが。そうですかね、はい、他にどんなのあります？まあ、ワッツェとか。ワッツェ、はい、僕のお弁当がマリンで売ってるじゃないですか、はい、おいどんのおいどん、おいどんのおいどん、はい、おいどんなんて多分鹿児島で使ってる人一人もいないですね。実際使ってない。ないですね。あ、で、ワッゼって言うんですか、自分のこと。いや、ワッゼはもうすごい、すごくみたいな。あ、すごいってことですか。ワッゼ熱いみたいな。お、なるほど、ね、自分のことはじゃあなんて言うんですか。いや、俺。俺、あ、普通。あ、普通でしたね。石川選手はちなみに俺ですか。方言はありますか、そこには。あんまりなんか、はい、あんまりない、特にないです。ああ、なるほど。せっかくですからちょっとあの方言でなんかちょっと告白みたいな、なんかそういうの聞きたいですよね。ね、いいですか、お願いしても。もういいですか。いや、それははいちょっとできないね。それはじゃあ企画してちょっとなんかでき、ナッシングトゥーマッチ、オーマイゴッドファーザー降臨、よいしょ。ちょっと仕込んできてたんです、そんなの。何ですか。これやりに来ました。これやりたかったんですか。はい、これやりに来ました。よかったです。これやりに来たんですか、はい、帰らないでください。まだありますからね。まだありますよ。じゃあ、まあそれはじゃあ今のやってくれたからいいとしましょう。じゃあいいとしましょう。じゃあ続いて、女性には積極的にアタックするタイプかどうか、その辺を聞きたいんですが、石川投手どうでしょう。いや、僕はあんまり、はい、あんまり、はい、あんまり奥手な方だと思います。奥手の方ですか、はい、でじわじわ攻める感じですか。お酒が入れば、お酒が入れば、お酒の力を借りて、なるほどなるほど、はい、じゃあ二木選手はどうでしょう。もう、はい、うん、全然自分からはいかないですね。あ、自分からはいかない、はい、ちょっと待っちゃうタイプですか。そうですね、来てほしいですね。あ、来てほしいタイプ、はい、なるほどなるほど。ではちょっとそんなお二人に続いては結婚についてのお話を伺っていきたいんですが、まあ、なんといっても石川選手はね、好きなタイプは奥様とおっしゃっていた通り、奥様とは仲良しで。はい、すごい仲良しです。いいですね。あの、二木選手はまず独身ということですけれども、二木選手にはどんな奥様が似合いそうですか。いや、年上の、年上の引っ張ってってくれるような引っ張ってってくれる感じがいいかなと思います。あ、なるほどなるほど。今二木選手もうなずいてらっしゃいますが、なんかこう理想の結婚相手なんていうのはありますか。理想の結婚相手ですか。はい、こんな方が結婚するならこんな人がいいなっていうのはありますか。ないですね。あ、ないっすか。料理、はい、料理じゃないですかね。そうですよね、はい、やっぱり野球選手を、ね、支えるにはお料理が大事ですよね。石川投手はこう奥様の好きなお料理とかっていうのはあるんですか。いや、もう何でも美味しいですけど。何でも美味しい、はい、何でも美味しいですね。あ、いいですね、はい、二木選手はご自宅にこう伺ったこととかはあるんでしょうか。石川さん選手の自宅はないですね。あ、自宅はない、はい、でもご一緒にお食事したりとかっていうのは。あ、食事は一度、はい、そうなんですね。では、あの、例えばこう、二木選手、将来こう子供が何人欲しいとか、なんかこうお庭に犬を飼いたいとか、なんかそういう理想のなんかこう家庭像みたいのはあるんですか。どうでしょう。まあ、やっぱ子供は欲しいですね、うん、はい、いいですね。なんかまだ若いですからね、なんといっても。まあ、でも全然想像できないですけど、はい、まだやっぱり想像はつかないという感じなんですね、はい。ちなみにお家のことは結構ご自身でできるタイプですか。北木選手はどうですか。家事ですか。家事です、はい、できます。できます。お、そうなんですね。じゃあもしご結婚されても積極的にお家のことやったりっていうのは。やります。お、できます。なるほど。
石川選手はちなみにご自宅のお家のこととかっていうのはどのくらい？僕は何もやらないですね。あ、何もやらない、はい、あ、なるほど、じゃあもう奥様に、はい、奥様が、はい、任せて全部やってくれます。あ、でもいいですね、はい、頼もしい奥様ですね、はい、さあでは結婚についてちょっとお話を伺ってまいりましたが、続いてはですね、もう7月も半ばを過ぎまして夏ということで、夏のこうなんか甘酸っぱい思い出なんかを聞きたいなって思うんですが、やっぱりなかなかね、野球選手の皆さんは部活があったりとか、プロに入ったらもちろん試合はありますし、お忙しいと思うんですが、まあ、あの学生時代とかでも結構ですし、こう花火大会とかお祭りとか肝試しとか、なんかそういうとかでこうキュンとした思い出とかってありますかね。どうでしょう、石川選手、どうですか。キュンとしたのはあんまないですけど、はい、まあ、はい、高校の時とか、はい、地元の花火大会、はい、練習終わりに、練習終わりに先輩に見つからないように行く、はい、あ、やっぱりそういうのがあるんですね、はい、そこは先輩に見つかるとまずいんですか。ちょっとあんま良くないと思います。なるほどなるほど、はい、ちょっとこっそりね、はい、でもそれぐらいはね、いいですよね、部活頑張ってるんですからね。二木選手はどうですか、地元のなんかお祭りとかそういうのはありました。そうですね、まあ、僕も高校の時に、はい、まあ、地元の花火大会に、はい、2人で行きましたって言いたいんですけど、はい、ないです。あ、それはないんですか。じゃあ例えばこう理想のお二人のこう理想の夏デートってどんな感じですか。なかなか実現ね、あのプロ野球選手の今難しいとは思いますが、石川選手も奥様と例えば夏にどこか出かけられるならどんなことしたいですか。僕は基本何もしたくないんで。何もしたくない、はい、どっか、はい、あの涼しいところで、はい、ゆっくり何もせずに過ごしたいです。ああ、なるほどなるほど、はい、じゃあ、 あのあえてこう夏らしいところに行くわけでもなくゆっくりした。あんまり人混みも嫌いだし、はい、暑いのも好きじゃないんで。あ、なるほど、はい、じゃあのんびり過ごしたい、はい、ということですね。二木選手はどうでしょう、理想の夏デート。まあ、僕もあんまりこう人混みが好きじゃないんで、はい、まあ、海とか行っても疲れるんで、はい、まあ、夜にこう、はい、海辺で2人でゆっくり喋るとかじゃないですかね。あ、いいですね、素敵ですね。どうですか、こんなお話をしてる北木選手、可愛らしいですか、石川選手から見て。あ、ちょっとロマンチスト、ね、ロマンチックでね、部分が見えたっすね。いいです、うん、はい、素敵ですね。あの、ちなみに夏といえばこう肝試しとか、なんかお化け屋敷とかそういうのもあると思うんですけど、お二人そういうのは大丈夫な方ですか。僕は、はい、まあ、はい、大丈夫だと思いますけど。行ったこととかありますか、そういうの。あ、行ったことありますね。大丈夫でした、はい、まあ、怖いですけど大丈夫。怖いけど大丈夫、はい、なるほど。二木選手はどうですか。僕は正直ちょっと苦手ですね。あ、ちょっと苦手ですか。わっとかされたらびっくりしちゃいますか。ちょっと切れそうになっちゃいます。あ、切れそうになっちゃいますか逆にね、はい、そういうタイプの方もいらっしゃいますね、まあ、なかなかこう夏のデートは野球選手には難しいかもしれませんが、ちょっと素敵な理想のね、お話を聞くことができました。さあ今日はスーパーレディースデーということで、たくさんの女性のファンの方来ていただいてますが、やっぱり、まあ、男性のファンの方ももちろん大事ですけれども、女性のこの黄色い声援というのは選手の皆さんどうですか。嬉しいですよね。そうですね、そうですよね、はい、嬉しいです。北木選手どうですか。嬉しいです。嬉しいですよね。もうぜひともね、女性ファンの皆さんの声援を今日も聞かせていただければと思うんですが、お二人はちなみに女性陣から、特別何かピンポイントで褒められるとしたら何て言われるのが嬉しいですか。例えばこう石川選手、こうひげが素敵ですけど、ひげが素敵とか、なんか背が高くてかっこいいとか、こういろいろあるじゃないですか。例えば、あ、筋肉がかっこいいとか、そういうのなんかどういうところを褒められるとちょっとなんかキュンとなるというか嬉しいなってなりますか。石川選手いかがですか。なんすかね、はい、でもヒゲ嫌いな人多いんで。そうですか、どうですか、はい、皆さん。でもお似合いですもんね。好きって言われると嬉しいかな。ヒゲが好きって言われるとちょっと嬉しいかなと、はい、なるほどなるほど。ちなみに二木選手はどうでしょう。分かんないです。分かんないっすか、はい、分かんないっすか。なんか例えばなんかなんでしょうね、背が高くてかっこいいとか、なんか手が大きいねとか、なんかお肌がツルツルして素敵とか、なんかどうですか、そういうの。なんか一つ挙げるとしたら。いや、そんなことあんま言われたことないんで。ちなみになんか可愛いって言われるの OK な男性とちょっと嫌だなって方いると思いますけど、それはどうですか。まあ、可愛いは OK です。 OK、はい、じゃあちょっと皆さん、あの今日はせっかくなんで、なんか女性陣 の、 あの黄色いね、なんか素敵な声で、あの石川選手にヒゲが素敵っていうのと、あの二木選手に
可愛いっていうのちょっと言いませんか皆さんで。僕も可愛いよ。あ、よし。え、欲しがりますね、石川先生。可愛いがいいですか。僕も可愛い。変えます、じゃあ、変えますか、はい、じゃあ、2人とも可愛いがいいですね。じゃあ、石川選手、二木選手、可愛いでいきましょう。ね、準備はいいですか、女性の皆さん。恥ずかしがらないでくださいね。なんて、石川選手が可愛いがいいって言ったんですからね。ね、しっかり聞いてくださいね。では、私がせーのと言いますから、皆さんでいきましょう。せーの。石川選手、二木選手、かわいい。どうですか。ありがとうございます。本当にちょっとなんか笑顔になってますね、石川選手。あんまりかわいいは言われない。初めて言われました。あ、やっぱりちょっとこうね、なんかちょっと かっこいい感じが強いですもんね。二木選手どうでしたか。一生の思い出です。あ、よかったです。では、そんなたくさんの女性ファンに、最後一言ずつメッセージをいただいてトークショーの方を終了したいと思います。ではお願いします。はい、最後に一言、はい、あの、はい、暑いですがたくさんの黄色い線お待ちしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では二木選手もお願いします。まだまだ後半戦は続くんで、これからもたくさん黄色い線をよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日は石川選手、二木選手のお二人にお越しいただきました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ、今日はデビューで特別トークショー、石川選手、二木選手、とてもいいコンビのお二人でしたね。ご登場いただきましてありがとうございました。皆さんも暑い中ご覧いただきましてありがとうございました。楽しかったですか。ああ、よかった。楽しかったですね。よかった。皆さんのあの可愛いがとてもね、あの喜んでいただけたみたいでよかったです。